い、ここが異世界だって実感。少し、うん、それじゃ材料になりそうな素材を早く取らなくちゃ。ん？ちょっと待った、ソフィー、あれを見てみろ。エルデビーゲってのはエルビーラ様が人の無限を元に作った世界だからな。その元となった無限には当然魔物もいるわけだ。そうなんですね。じゃあ採取中に戦うのは避けられそうにないかな。へえ、落ち着いてるな。ソフィーは魔物と戦える錬金術師みたいだな。錬金術師って意外と戦える人が多いのかな。でもそれなら戦闘も楽になるしありがたいよ。錬金術の素材って何を集めたらいいの？今回はクロースを作ろうと思うから、粘銀の糸、ウサギも、あとは適当な植物があれば。オッケー、それじゃあちゃちゃっと集めちゃう。ふう、眠くなってきたな。出やがったな。あたしたちに向かってくるなんていい度胸。おいおい、ただ突っ込むんじゃねえぞ。少しばかり数が多いからな。わかりました。ソフィー、あんな戦えるなんてマジで錬金術師かよ。最初で魔物と戦う、それにしたって戦い慣れてない？錬金術師ってみんなこんな感じなんだっけ？いや、あいつがかなり特殊な例だと思ったんだが、実際のとこどうなんだ？そう、私もおばあちゃんとクラフト以外の錬金術師って、we'll be right back.
で、必要な素材ってのはこれで全部か？はい、手伝ってくれてありがとうございます。それじゃあ、早く戻って作っちゃおう。調合してみてください。うん、それじゃあ釜使う。何を作っちゃおう。
な、なんか険しい表情してねえか。やっぱり品質が良くなかったからかな。いえ、とても素晴らしいものを見せてもらいました。品質については町の周辺で取れる程度の素材だったので最初から期待はしていませんけど、それほど良くない品質の素材を使い慣れていない窯で完成させるなんて。そういえば見たことのない草が生えてるとか言ってたもんね。うん、でも思った通り使えたからほっとしたよ。はあ、どうやらあなたは私が思っていた以上に優秀な錬金術師みたいですね。先ほど疑ってしまったことは謝ります。そんな謝らなくていいよ。証明するものを持ってなかった私も悪いんだし。そう言ってもらえると助かります。約束。どうにか認めてもらえたようだな。イエーイ、やったね、ソフィーさん。ありがとう、二人が協力。ところでソフィー、あなたが探しているというプラ、さっき私と雰囲気が似ていると言ってましたね。うん、詳しく説明するのは難しいけど別人って感じはしなくて。実はそのことで一つ仮説を立ててみました。ソフィーの探しているプラフタさんと私は同一人物である可能性が浮上してきます。え？それどういうことなの？それはこのエルデビーレという世界にはいろいろな時代の人間が集まる場所だからです。え？おい、アレット、おめえまだ。全部私が説明するなんて無理だよ。言葉の通り、ソフィーがいた世界を現在とするならそれより過去の人間はもちろんのこと、未来の世界に生きる人たちもいるのです。なのでもしもソフィーが探しているプラフタさんと私が同一人物だった場合を考えると、今ここにいるプラフタは昔のプラフタ？なるほど。どうやらソフィーの探しているプラフタさんは成長した私かもしれません。けどよ、そんなこと本当にありえんのか？だからあくまでも仮説の域です。現段階では同時に他人であると証明することもできません。もしそれを証明することができるとしたら、ソフィーさんの探してるプラフタさんを。そういうことになります。これはすこぶる興味深い。この仮説を証明するためにもソフィーが探すプラフタさんを探しに行きます。まあ探すっつっても手当たり次第に聞いて回るしか方法はね。ならば水晶の輝き邸に行ってみましょう。あそこ。そっか、もしかしたらカティさんのところに話が来てる。水晶の輝き邸？カティさん？ロイテールの古株の一人でね、町のみんなのことすっごい。まあ少々問題もあるんだが。水晶の輝き邸は商業区に。
しだけ積ませてね。ノム、ま、ちょっといろいろあってな。そんなことより、カティ、どうやらちょっと問題が起きているようです。問題？その後ろの子は誰？はじめまして、私ソフィーって言います。問題というのはこのソフィーのことです。少々長い話になりますが、私はカトリーナ・バルバストル、この水晶の輝き亭の天使をしているの。ま、みんなからはカティって呼ばれてるから。ノーム・ディモルティエと言います。このとは言いつつ、実質もう一点、カティはこのロだから情報が必要な。残念だけど、もう一人の。そうですか。けどそういう事情ならエルヴィール、それってこの世界の神様。普通はそうなんだけど、ただ一人エルヴィーラ様と最初に出会った人間であり、ラミゼルだけは唯一エルヴィーラ様と自由に。へえ、この町のリーダーさん、おばあちゃんと同じ名前の人。まさかそんなことない。ソフィーちゃん、どうかした？ううん、何でもないです。それがね、今は用事があって待つ。いつ戻ってくるかとか。悪いけど私も聞いてないのにね。ありがとうございます。じゃあ待ってる間に待ちを。それよりアレット。え、あ、やっぱり忘れてたのね。まあ人助けしてたって事情。ごめんなさい。あの、うちのお店には町の人たち、依頼者はそこに自分の頼みと。私もある魔物の素材が。魔物の素材？え、いいの？うん、ずっと助けてもらってばかりな。それなら私もお手伝いしましょう。
俺様は別の依頼があるんでな。白状者、ケチ用心棒。せっかくソフィーさんたちも手伝ってくれるなら、そうすれば他の依頼を受けたく。そうね。それじゃあソフィーちゃん。依頼内容を忘れちゃったら。わかりました。どんなキノコかわからないときはいろいろまとめて詰め合わせとして売るんだよ。見つけた。石はどれだけあっても困らない。持てるだけ持って帰ろう。えい、えい、てやっ。よいしょ。なるべく丸い石がいいですね。角がない方が持ってても痛くありませんし。てやっ、えい。
ところ、ここは連携して戦った方が効率的じゃありません。連携か、うん、それいいかも。こうやって冷静に判断できるところは。それじゃあ力を合わせて戦う。あれ、もしかして私狙われちゃってる？任せてください。食べられる
キノコも食べられないキノコも錬金釜に入れちゃえば問題なし。えい。風が気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。えい。えい。受け取ったわ。ソフィーさんたちが手伝ってくれたおかげだよ。依頼をこなしている間に調べてもらえるとの話でしたが情報収集は私の。はい、ラミゼルさんが向かった先が分かりました。ソフィーさんにも分かるように説明すると、草原を抜け、さすがにどうしてそこへ行ったのか。その代わりにこの地図は。地図ならアレットちゃんからもらう。それって結構前の。この世界は少しずつ広がってるから、だから定期的に更新する必要が。まあニエルの森はそんなと。これならきっと大丈夫。
何を作っちゃおう。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも、やってみよう。悪くないかも。していきませんか。この世界でしか見られないぞ。そうだね、もしかしたら。ふーん、二人がそう言うなら。あ、
植物ってちょっと苦手なんだよね。え？よし、頑張っていこう。ソフィー、一緒に行きましょう。すごく痛いわ。これで痛いですよ。隠れてない分、素材も見つけやすいですし。
世界が人々その元になった無限が雨だった場合。そうなんだ。確かに。見回せば何かしら新しい発見がある。錬金術師限定の森の恵みですね。これこれ。あ、絡んでしまいました。えい、糸の採取は難しいです。するからどこに行っても鉱石は需要あるんだよね。えい。てやん。いい素材が手に入りました。これこれ。これじゃ先に進めないよ。仮に進めたとしてもこの先にいるとは限りません。そうだね。ラミゼルさんもこれ以上先には。あれ、これってレッドちゃん、この石がどこれは…そうそう、そうなの。結構前なんだけど、ラミゼルさんがこれをいじったら、そしたら雨も止んで、この川も消えちゃったんだ。世界が…ぶわ…世界が変わる。私しっかり見…では…ラミ…けどこのままじゃ進めないし、一度カティさんのところに戻ってみな。そうですね。ひらめいた。
れで外しません。必要な道具でして、よく町の外に出かける用事がある人で。ふう、今日も俺様見ご。あ、噂をすればいいところに。あ、当然持ってるに決まってんだろ。それです、オリアさん、その道具を。おいおい、随分急な話だな。知ってますけど、ニエルの森でラミゼルス。ニエルの森、そういうことなら貸しても構わねえんだが。
今は天候を変えることはできねえんだよ。じゃあもう使えない？いや、力を補充できればすぐにまた使えるようになるんだが、ただ肝心のあいつがなかなか捕まらなくてな。そんな。あの、ラミゼルに頼むということは、つまりその力の。はい、僕も詳しくは知りませんが、錬金術って。え、そうだよ、言ってなかったっけ。ラミゼル、錬金術。あの、ラミゼルさんっていくつくらいですか？確か20代前だとすると、名前はラミゼル・エルレン・マイヤーじゃないですか？そうですけど、知ってるんですか？だって錬金術師のラミゼル・エルレン・マイヤー、私の死んだおばあちゃんが結婚する前の名前。ラミゼルさんの孫は？いや、でもラミゼルってまだすげえ若いだろ。孫どころか子供もいねえんだぞ。可能性があるとすれば、若い頃のソフィーのおばあ様がこの世界に来て、ここはあらゆる時間で暮らす人々が集まりますから。ラミゼルさん、おばあちゃんが。ソフィー、そう決めつけるのは。そっか、ラミゼルさんにとっては私はまだ知らない人なの。そうだ、オリアさん、錬金術でどうにかできるなら。本当に大丈夫か？大丈夫、少し考える。わかった、ならやってくれ。そういえば、ソフィーさんやプラフタさんは、ピリカさんも？いえ、お店をやっていることは知ってますが。ああ、なるほどね。ピリカさんのお店はすごいんだよ、町の人たちが集め。気になるよ。ふむ、何か珍しい商品を。そういうことなら、アトリエに戻る前に。町の人が。ピリカさんは最初に行くの？アレとも一緒にね。売れそうな素材を選んでと。なんとピリカさんは物を増やすことのできる超。物を増やす、力って僕の一族だけが。そっか、いずれにせよピリカに頼めば道具の補充に困ることはなさそう。しかし、複製ですか。あ、言っておくけど、ちゃんとお金はもらThank you.
が欲しい。これでいい。ありがとう。これでありがとう。これありがとう。これでいいの？ありがとう。これでありがとう。これでありがとう。Thank you.
属性にしよう。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。できたー。すごいのできちゃった。何を作っちゃおう。材料はっと。まずはあれから。いや、それとも。悪くないかも。悪くないかも。
っと。
ますか？出発で。そういえばロイテールの剣。まあな、ここはずっと晴れに固定されてるからな。そうなんだ。でも、ああけど俺様としちゃ。え、どうして？家庭菜園で野菜を育ててるんだが、毎度自分で水やりするの大変なんだぜ。俺様の畑だけでも。心配なく、僕はこれくださいって声をかけられ、つまりお客さんが僕の目覚まし時計。お客さんを目覚まし時計にしちゃダメだよ。大丈夫大丈夫、僕って結構。複製の力ってすごく便利。そんな気軽に使っちゃ。背が縮む。え、そうなの？そんなことよりさ、ソフィーさん、僕錬金術師になればいろんなものを作って売れるし、商売繁盛間違いなしだと思う。興味があるならアトリエにおいでよ。マジで？絶対行くよ。才能開花しちゃったらどうしようか。よく来たね。いれ、どれが欲しいの？どうも。どこに向かいますか？出発で。どの色？よし、これならすぐ報告できそう。
グに報告できるね。どれにしようかな。